今週も始めよう一日一防災と題して、日常でできる防災情報をお伝えしていきます。今日は火災についてです。地震が起きた時、火災に注意するために菅原さん、どのようなことに気をつけますか？まずガスですよね、はい、そしてこの時期ですとやはりストーブを消す、その上で避難をするってことが大事だと思います。そうですね、それも大事なんですが、今日はもう一つお伝えしたいことがあります、はい、それは多くの家庭にある意外なものが火元になってしまう、こちら通電火災についてです。はい、通電火災とは地震などの自然災害で停電し、そこから復旧して再び電気が通った時に、電気ストーブやヘアドライヤーなどの身近な熱源から広まる火災のことを言います、はい、東日本大震災で起きた火災では、原因が特定されたうちの半分以上が電化製品からの出火でした。どのような場面で通電火災が起こりやすいのかと言いますと、こちらをご覧ください、はい、例えばヒーターが移動してしまって、そこからカーテンなど燃えやすいものが触れてしまっている状態、また家具などが倒れて電気コードが下敷きになってしまい断線してしまった状態、さらには電化製品が浸水などで故障、いわゆる漏電してしまっている状態だと、電気が復旧したときに火災が発生する恐れがあります。青森消防本部の津島さんに伺ったところ、もし災害が発生して停電してしまったら、避難の際はブレーカーを落とすこと、そして復旧の際は家の中を見回し、安全を確認してからブレーカーを入れること、これらを心がけましょう。ここで大事なのがブレーカーの位置ですよね、はい、皆さん自宅のどこにブレーカーがあるのか把握しておられますか、はい、これはもうしっかりもう玄関近くっていうのが分かってます、はいはい、私は洗面所のところにあります、はい、私も洗面所にあったんです、はい、皆さんはいかがでしょうか。それぞれお家によってブレーカーの場所違うと思います。改めてどこにブレーカーがあるのか把握しておきましょう。ではまとめです。身近なものが火元になる、ブレーカーは落として避難を心がけましょう。